はようございます。おはようございます。さあ、ジャスミンと当たる新企画。ね、嫁ちゃんとあたりちゃん、弁当対決ということで、弁当から離れたあたりちゃん、もう約1年。ね、で、弁当修行して1年の嫁ちゃん。さあ、ね、辞めて1年、始めて1年がガチゴ対決。2人、弁当を作って、くにくんが選んで、選ばれたら幼稚園持っていく、選ばれなかったら朝飯という過酷な勝負ね。ルールはですね、家にある食材全部使っていい、何使ってもいいということです。冷蔵庫、缶詰、冷凍食品、何使ってもいい、あさってもいい、うん、揚げてもいいし焼いてもいい、あらゆるものを使ってですね、弁当を作り、そして、選んでもらうという、こういった、趣旨でございます。ルールは時間無制限と言いつつ1時間ぐらい、うん、今日はですね、先行は嫁ちゃん、高校は私で、作ります。はい、さてさて、どっちが勝つのかな、どっちが選ばれるのかは、己の腕次第でございます。さあ嫁ちゃん、全力勝負だ、覚悟はいいか。うん、じゃあ、せーの、よThank you.
お疲れ様です。今日のくにくん弁当、私はこんな感じです。ロールサンド弁当にしました。あとは唐揚げとシーチキンで作った、フィッシュボールとフライドポテト、あとは卵ちゃん口が全然つかなくて困っちゃったので目だけ。あとは野菜とデザートです。次にね、待ってる人がいると思うと焦りますね。焦っただけまた遅くなってしまった。では次はあたるちゃんの番です。おう、それではここ、あたるちゃんでございます。レッツゴー。
なんかいいよ。
はい、ちゃんのができました。こんな感じです。まあ、バター醤油ご飯ね、そしてバターケチャップご飯、そして揚げ物か、まあ、色味としてゆで卵をスライスができました。ほんでデザートには子供はね、絶対この喜ぶというみかんの感じにフルーツの森の駄菓子をね、ちょっとちりばめてみました。あの桜餅しようかと思ったけど、なんか正月の時やった桜餅がちょっとやばかったんでミントにしました。色味です。そうそうそう、こんな感じです。そうそうそう、どうだどうだどうだ、うん、ね、やっぱりちょっと茶色がメインになりますね、私はね。ね、俺だったら喜ぶと感じでございます。さあ判定やいかに、では早速審査に入ってもらいたいと思います。さあどっちだ。さあ出そろいました。こっちがちゃん、こっちが嫁ちゃんでございます。さあさあさあ、どっちを選ぶんだい、どっちなんだい。さあね、勝者は幼稚園に持ってきます。まあ敗者は朝ごはんになります。さあさあさあ、どっちだ。てててーだ。どっちのお弁当を持っていきたいですか。悩むな。どっちかな。どっちも美味しそうだな。いや、どっちも持っていきたい。なかなか気を使う子供ね。え、気を使わないでいるよ。気を使っていらっしゃる。いいんだよ、うん、どっちも いや、どっちかです。持ってくのはどっちか。どっちかよ。いや、こっちとこっちが食べたいんだけど、うん、それがこっちとこっちなんだよね。あのね、うん、ポセットの子で持ってきたいなって。どっちかですね。これね、超素敵だからね。デザートにトマト入ってるっておかしくない？そろそろこちらかを選んでいただきたい。お願いします。こっち？こっち。こっち？イエーイ！負けたぜ。いや、どっちもいいかだけど。いや、それ気遣ってる。いや、だってどっちも持っていきたいんだもん、他には。そっか、これは朝ごはんなんです。そうなるとこっちはお弁当になります。いいですか。まあね、今回はゆめちゃんの勝利です。イエーイ。だからね、ありがとうございました。よかったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。よっ。